はい、それではクロストーク始めたいと思います。なんと今回ははい、鉄道ですよ。鉄道。鉄道。鉄道にこんな日が来るなんて。来るなんて、はい、ね、富士フイルムのカメラで鉄道ですからね。そうですね。これはね、貴重じゃないかと思います。はい、じゃあ、まず自己紹介からちょっと、はい、森さんから軽く。あ、私の方から。ええ、はい。お願いします。鉄道写真家の森誠です。よろしくお願いします。関西からお、ちょっと来てるんですけ関ど、西。はい、え、関西大阪のの方。ね、どちらなんでしたっけ？大阪平野区。平野大阪市平野区。ちょっとはい、こう、流劇関空だ。あ、流劇関空、ちょっと手前です。あ、すごい。だから、いきなり鉄道のこうディープなところに。はい、ね、そういう、私は鉄道写真家の米谷浩二と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、富士フイルムのカメラを愛用する写真家や、さまざまなゲストが繰り広げるカメラ談義、クロストーク。今回のテーマは、新たなフラッグシップモデル XH2S で撮る鉄道写真。あれ、はい、最初に会ったのっていつでしたっけ？いやいや、同じ鉄道写真を撮るんですけど、なかなかね、会うことを。そうなんです。撮影はもうそれぞれ行きますんで、はい、ないんですけど、はい、鉄道ダイヤ情報っていう雑誌があるんですけども、それのね、なんだろう、ページで富士フイルムのカメラを皆さんに使ってもらって、ねはい、でそれを、撮影して記事にしようという、そういう、まあ、ツアーというかあったんですよね。撮影会があったんですよね、はい、それが大井川鉄道、大井川鉄道から始まった SL の走ってるところですね、はい、でその時に米谷さんが、講師として参加されてて、はい、私の方は、それを取材する側として。ああ、そうですね、はい、そうなんです。車体は鉄道じゃなく米谷さん、米谷さんを追いかけ何か僕がこう皆さんにこう、はい、偉そうに言ってるところを、まあ、偉そうではないですけど、はい、それを撮っていただいたというか。そうです、はい、でそれがね、ダイヤ上、鉄道のダイヤ上、ちょっと記事になりましてね、はい、じゃあその時に、はい、富士フイルムさんのカメラは初めて。そうですね、使った。あと関西大阪の方でもカメラ屋さんがこう主催の、ああ、はいはいはい、富士フイルムカメラを使おうみたいなのは、2回ほどさせてもらってるんですけど、それがなんと今回、はい、今回この、そうなんです、 XH2S で、はいはい、プロモーションにこう、そうなんです、されてるということで、はいはい、まあ、すごく手に馴染むというか、もう初めて使った感覚がないぐらいの感じで使い始めたんで、はいはい、すごい使いやすいなとは、もう最初から本当思ってたんですけど、ね、最初から、ね、はい、まあ、私はどちらかというと、はい、結構ね、まあ、鉄道も撮るんですけど、うん、こう列車に乗ってこう旅をしながら、はい、スナップですとか、うんうん、車内にいる、まあ、日本じゃない、アジアのいろんな国の鉄道を巡ったりしてるんですけども、はい、富士フイルムさんのカメラはなんと、はい、プロシリーズですね、はい、あれにちょっと憧れてまして。あ、いいですね、まあ、それがきっかけで、はい、まあ、使うたいなってずっと思ってたんです、うん、で今もね、このプロ3を、はい、そうですね、旅の写真ではよく使っています、うん、かっこいい、似合いそう、これはまた単焦点レンズがね、はい、ぴったりはまっていいんですけど、ね、いいですね、はい、で、まあ、これですね、はい、新製品の、はい、これ H2S、はい、ちょっと今超広角がはまってるんですけど、あ、はい、8、16、実際にそれでも撮影して、はい、結構もともと広角、うん、超広角寄りが結構好きなので。そうですか、はい、あ、はい、そうなんです、ちょっと意外な気が、やっぱりちょっと鉄道写真っていうとちょっとなんですか、望遠レンズでこうグッとこう迫力になるっていうか。そうですよね、なんかそんなイメージが、ね、ね、ありますけども、はい、まあね、今回またこのカメラのボディと同時にこの 150-600mm というレンズが同時にリリースされましたけども、はい、これも使いになった。あ、使わせてもらいました。あ、そうですか、ね、はい、600mm とは思えないこの軽さで、そうですね、はい、1本あった方がいいですね。1本あった方がいい、はい、もう鉄道撮るならこれはいりますね。あ、一家に1台そうですよね。そうです、これ使ってても誰にも気づかれなかったですまさかだから、はい、富士がこういうレンズを作るとは誰も思っていないという意外性がすごくあったとか、ね、ありましたね。しかも色がこの色だしっていうので、はい、じゃあ早速ですけども、はい、この XH2S で撮った写真を、ちょっと撮れたての写真を、
拝見したいんですけども。あ、いいでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあ、はい、おお、いきなり和歌山。和歌山、はい、今回和歌山電鉄さんを取りに、はいはい、XH2S で、はい、行かせてもらったんですね。お、はいはいはい、はい、それでなんとまず、はい、言うまい。猫の駅長がいるとはね、誰でも知ってることでしょうからね。はい、そうなんです。そうですね、あ、じゃあこれは望遠で。これは望遠ですね、はい、はい、で、何ですかね、この列車にハートマークがいっぱいの列車って。おうおうおお、はい、そう言われてみれば、ね、全体的に見るとそんなに感じないんですけど、うんうんうん、考えるとハートがポコポコ浮いてるっていう。確かにね、はい、そうですね。でよくあるこう鉄道写真家泣かせの LED 表示じゃないですか、うん、よく、はい、そうなんですよ、あれ、ね、列車の行き先って LED 表示なんで、はい、速いシャッタースピードを取るとブツブツブツって起きれちゃうんですよ。そうなんですね。すみません、後で私が撮った写真にそういう写真が出てきますけど。はい、あれ嫌ですよね。嫌ですね。もう本当に鉄道会社さんに何とかしてくださいってお願いしたくなるぐらいなんですけど。そうなんです。これはね、これはもう表示幕で、いわゆるね、はい、おお、はい、これは岸駅っていう、その玉井駅長と呼ばれる駅、猫がいるところ。こんなかっこいい駅に、おしゃれな駅になったんですか。こんなかっこいい駅になったんです、すごいな、はい、今二玉っていうね、うんうん、二代目玉っていうのそれで二玉ですよね。が駅長してるんですけどね。僕行ったのはもうだいぶ前になるんですけど、はい、まだ初代の玉駅長。ああ、いいですね。しかも駅はもう普通のなんか普通のなんだろう、ローカル線の終着駅って感じの、はい、そうですよね、はい、だったですけど、はい、これはこの150、600ではなく、これは50、100、140、はい、はい、いいレンズですね、あれ、はい、いいレンズですね、はい、おお、これとある駅なんですけども、ちょうど通学してるんですね、はい、通学、朝の通学時間で、うん、いや、なんかなんともね、こうローカル線らしいというか。そうですね、小学生が通学してる、はい、お花を取ってたんですけどね、うん、急にこう来る寸前に現れて、はいはい、で、あ、撮らせてくださいって言って、うん、パッと撮った、うん、このレンズをつけてたらちょっと撮らせてくださいって言わないと、うん、なんとなく威圧感がありますからね。そうなんですよね。でもこのなんかスローシャッターでちょうどね、こう、はい、子供が乗り込むところがちょっとブレてて、はい、いいですよね。おー、これまた、はい、はい、これは普通に、まあ、雨男なんですね、うん、雨男なんですか、はい、本当に雨男で、この日も、まあ、この日は本当土砂降りだったんですけど、はいはいはい、まあ、雨には雨の、ね、その中で雨の、うん、はい、良さがあったんで。これはフィルムシミュレーションはベルビアですか、はい、はい、うん、そうですね、フィルムシミュレーションほとんどこう、ベルビア、ベルビアで、はいはいはい、そうなんです。フィルムの頃からベルビアが好きで、うん、はい、良かったですよね。良かったって過去形のものにしていいのか分からない。いいですよね。はい、いいですよね。ああ、これがね、また、はい、そうですね、あえてね、この手前の、はい、そう。だから電車モードに設定してると、電車の方にピントがいっちゃうんですけど、ちょっとこの時はこうオフにして、なるほどなるほど、はいはい、手前の葉っぱピント、はい、こういった感じのやつ、まあ、ちょっと斜めにするみたいなのが話題の被写体検出 AF ですね。そうですね、被写体検出 AF 電車モードがついたんですよね、はい、まあでもね、こういう時は外して、こういう時は外して自分の任意の合わせたいところにピントを合わせて、はい、そうですね、外したり、うん、電車モードを入れたり切ったりするのもすごい楽なんで、うん、あれもうカスタムでボタンに振り分けたり振り分けたりできるんで、ポチッとできます、はい、僕はここの一番手前のこのボタンに設定してました。はい、そうですよね。そうするとプチッとするとすぐ電車の絵がね、小さくこう出てきますもんね。あれが可愛いですよね。おお、これはようやくですけど8-16の8側ですね、あ、はい、はい、で朝じゃないとっていうわけな、じゃないんですけど、やっぱり朝の方が風が、ああそうですね、はいはい、やんわりで、はい、水鏡はとにかくそうなんですね、早朝っていうのがね、はい、で日が高くなってくると風がビュービュー吹いて吹いてしまって、やんだかなって思うと、はい、
電車の来る3分ぐらい前に風が吹いてこう、そうなんですよ、イライラってなっちゃうんですよねそれとの戦いの、あ、でも、ね、はい、ちょうど空が映り込んで少し晴れてきたんですね。少し晴れてきたあ、また雨ですね。なるほど、はい、おしゃれな構図ですね。なかなかね、普通の人はね、こういう撮ろうと思う。これが150、600のいいところですよね、うん、これはもうすごい奥を抜いて、結構望遠で、結構望遠ですね。あ、はい、また後ろね、今度は赤い電車ですね、はい、あれですね、あのデザイナーの水戸岡愛二さんの、ね、そうなんです、水戸岡愛二さんの車両がどんどんそれに普通料金で乗れてしまうっていう、はい、あの豪華列車の七つ星っていう車両をデザインした、はい、ね、デザイナーさんの、はい、列車がこのローカル線で走ってるということで、そうなんです、はい、お、これ違うカットですけど、これは 奥の、はい、うん、その被写体検出の電車モードっていうのは、もうこの段階から合わせていくんですね、お、はい、もう聞いてるんですね、はい、もう聞いてます、で実はこの向こうには駅が、ちっちゃな駅があって、はいはい、カーブを抜けてくると駅なんですけど、そのぐらいの時からもう合わそうとします。で夜の、車庫に、はい、この辺はもうホームから、あの150、600ぐらいあるともっとアップで撮れるんですけど、うんうんうん、あえてちょっと手前の雰囲気を、はい、線路のね、こう、はい、こうやって分かれていくところが、はい、このぐらいの暗さっていうか、光の量ですかね、は、あ、これ結構暗いですよね。そうなんです、実は、もう本当に真っ暗な夜の時間なんですけど、うん、AF がちゃんと、 AF はもう何も気にせず、はい、気にせず持って行ってくれます、しっかり。お、これはまた、はい、これが始発の列車で、始発、はい、これ手持ちで撮ってるんですか、うん、ね、うん、今回の撮影は全て手持ちで、お、はい、撮ってます、はいはい、すごく手ブレ補正がね、うん、あの撮ってると感じないんですね、うん、手ブレが効いてるとか手ブレしてるとかを感じないんです、うん、でよく考えると手ブレ補正が効いてるから、効いてるんだっていう、はい、うん、でオフにしてみると、うん、やっぱりですよ、あ、もう全然ガタガタっていうですよね、グラグラするぐらいの、うんうん、でカチッと入れるともうスッと止まるっていう、あ、これもね、これの、いや、なんかちょっとね、僕ね、はい、雨男がちょっと羨ましくなってきましたねいいじゃないですか、なんですかこれちょっと雨がね、雨が助けてくれてるというか、うん、そうなんですよ、これちょっと、ね、だから僕が自慢できますね、取れてるというより雨が飛ばしてくれてるみたいなまたいいこと言いますね普通雨降ってるとなんだよって帰っちゃいますけどね、そうですね、いや、 やっぱりその雨の中でもちゃんと取るっていうそこですよね、はい、伊田基礎駅っていうのは、はい、あの車庫のある、はい、車庫のある、ちょうどあの今今年鉄道150年の、はいはいはい、ね、あれがあって、うん、ここも古い駅舎として有形文化財的に登録されてるんですね、はい、さっきの車庫もそうなんですけど、うんうんうん、この ホームがそうって言われてる、あ、でも、はい、もなんかあのきっとこう柱にはね、昔の古いレールを再利用して、はい、あ、そうなんです、そうなんです、ここそうなんです、間に合えて覗き込むとね、はい、1890何年とか書いてありますよねもう古いんだなと思ってこう見てるとね、はい、本当に周りの人はあいつ何やってんだっていう感じですけどね見るとこが違うんですよね、僕らいつもね、はい、ちょっと怪しいっちゃ怪しいですよね、そうなんですよでもそれがね、また楽しいんですよ、はい、ぜひあの皆さんもこうローカル線はどこもね、お客さんが減って苦労してるので、はい、そうですね、ぜひ乗りに行ってもらいたいです、よろしくお願いします、はいはい、じゃあ続きまして私の写真をちょっと、はい、ご覧いただきたいと思います、よろしくお願いします、はい。